リンツ市電はオーストリアの大都市、リンツ市内を走る路面電車。900ミリメートルという特殊な機間の路線網を有しており、2020年現在リンツ市が所有する高企業のリンツ交通会社によって運営されている。オーストリア第三の都市であるリンツ市内に最初に開通した軌道交通は1880年から営業運転を開始した馬車鉄道であった。 郊外化が進展したリンツにおける重要な交通機関として多数の利用客を要したが年数を減る中で次第に全時代的になったことで1897年に創業を開始した発電所の電力を用い同年7月31日に全線の電化を実施した。これがリンツ市電の開業であったがその際に馬車鉄道時代の機関がそのまま受け継がれており 9 0 0トルという特殊な期間のゆえんとなった。また、同年には、リンツ北部のペストリングベルクへ向かう登山鉄道である、ペストリングベルク鉄道も開通した。それ以降は1902年のクラインミュンヘンへの延伸を皮切りに、路面電車の路線網はリンツ市内各地に広がっていった。運営組織については電化開業が行われた1897年に、 リンツ・ウア・ファール・路面電車、電力会社が設立されたが、第一次世界大戦後に、リンツ市によって、路面電車の運賃に規制が設けられたことで、電力事業の収入割合が増加したことに伴い、1923年に、リンツ電力、路面電車会社に社名を変更している。開業当時、リンツ市電を含むオーストリア各地の交通機関は、左側通行であったが、 1938年のナチスドイツによるオーストリアの併合によって同年に右側通行に改められた。その後の第二次世界大戦期モリンツ市電は運行を続けたが終戦後の混乱の結果1945年から翌1946年にかけて4ヶ月間一時的に全路線の営業運転が停止する事態となった。戦後は二軸車の増備が続き、 リンツ市内の東西、南北を結ぶ路線網が築かれていたが、モータリゼーションの影響を受けて1968年に市内の東西を結んでいた M 線がトロリーバスに置き換えられ、1973年にはトラウン川を渡る路線がバスに置き換えられて廃止され、総延長は 8.7km に縮小した。しかしその後は、再度路線の拡張が行われ、 1977年にヨハネス・ケプラー大学臨時方面、1985年には OB 全英の延伸が実施された。車両についても1970年から連接車の導入が実施され、二軸車は1986年をもって営業運転を終了した。また合理化も進み、1974年には車掌の業務が廃止され、乗客自身が 乗車券に刻印をする信用乗車方式の運用が開始された。だが、1980年代に入っても、モータリーゼーションは続き、市電を含むリンツ市内の公共交通機関の利用客は減少していた。そこで1990年代以降、ESG は交通機関の抜本的な改革に着手し、1995年にリンツ高速化プログラムを実行に移した。 これは、本数の増加やダイヤの適正化に加え、公共交通の集中管理、遅延や運休などの情報を表示するディスプレイの核、停留所への設置、優先信号機の配置などにより、高速化や定時性、信頼性の強化を図るものであった。そして1990年代後半に入ると再度、路線の延伸計画が動き出し、2000年に ESG が、 都市のインフラを担うリンツ都市事業公共会社と統合されリンツ市が運営するリンツ株式会社が設立されて以降以下の路線が開通したさらに2004年8月からはリンツ中央駅を含む市内中心部の路線が地下化されたほか2009年には前年から営業を休止し大規模な更新改めき工事を実施したペストリングベルク鉄道が 直通運転を開始した。車両についても2002年以降超低床電車が導入され、従来の高床式電車は2012年に営業運転を終了した。これらの積極的な近代活策により、ンツ市電を含めたンツ市内の公共交通機関の利用客は1990年以降増加を続けている。2020年現在、公共交通事業を含めた リンツ市のインフラは、市営企業のリンツ株式会社及びその子会社によって管轄されており、そのうちリンツ市電やペスト・リングベルク鉄道、リンツ市内の路線バスやトロリーバスなどの公共交通はリンツ交通会社が運営している。同年時点でペスト・リングベルク鉄道を含めたリンツ交通会社が運営する、軌道交通には以下の系統が存在し、 リンツ市内を南北に結ぶ機関ルートとして機能している。そのうち N82N84 号線は週末及び祝日の前日の24時から29時に運行される深夜系統である。リンツ交通会社では路面電車を含む同事業者の交通機関の運行情報を開員制サイトプラス24向けにリアルタイムで提供しており、 スマートフォン向けのアプリケーションとして同様の情報の閲覧や乗車券の購入が可能な今度アップの展開も実施している。リンツ交通会社の公共交通機関は事前に乗車券や定期券を購入し乗車時に乗客自身が刻印を行う信用乗車方式を採用している。2020年時点におけるリンツ市電の主要な乗車券や運賃は以下の通りである。 これらは路線バスなど他の交通機関でも使用可能だがペストリングベルク鉄道のみ運賃体系が異なる独自の乗車券の販売が行われている。これら以外にも6歳以上21歳以下の若者層や60歳以上の高齢者層向けに運賃の割引を実施した乗車券の販売も行われているほか1週間1ヶ月間有効となる乗車券 一年間有効となる定期券も発行されている。6歳未満の幼児に関しては4人まで無料で大人と同伴が可能である。左、一時車右、二時車2020年現在、ペスト・リングベルク鉄道から直通運転を行う二軸車を除いて、リンツ市電で使用されている営業用車両は超低床電車に統一されている。これらの車両は、 ボンバルディアトランスポーテーションが製造を手掛けたシティランナーと呼ばれる型運転台の7車体、連接車で直径 560mm の小型車輪や車体総加カルダン駆動方式を用いることで車軸を有しながらも車内全体に段差がない100%低床構造が実現している。2002年4月から営業運転を開始した一時車は33両、2011年以降、 導入が実施された二次車は29両が在籍する。二軸車林通市電は開業時から1962年まで小型のに軸車の導入が続き、1970年代時点で電動車32両、付随車53両が在籍していた。同市電は後年まで二軸車が営業運転に使用されていた旧西側諸国の路面電車路線で1970年代、 以降もループ線が存在せず事項で述べる方、運転台の連接車が使用できない系統を中心に使用された。編成は、電動車が不随車を牽引する形が主体で、終点で電動車の位置を入れ替える気回しが実施されていた。だが、連接車の増備に加えて、ループ線の増設により、廃車が進み、1986年までに営業運転を終了した。 連接車ンツ支電における連接車は1970年から導入が開始され、オーストリアの首都ウィーンに工場を有するロータックスがドイツのデュワグとライセンス契約を結んだ上で、同社が展開する路面電車車両を1986年まで3時に渡って製造した。全車とも変運転台、床上高さ 900mm の高床式車両で、 電気機器については同じくドイツの電気メーカーであるシーメンスが製造を手掛けた。全車とも超低床電車に置き換えられる形で廃車が進み、2012年の3次社の引退をもって営業運転を終了した。ありがとうございます。